はい、こんにちは。カリエのみはるです。今日はですね、カーリーヘアにニット帽は禁物ですと言いながら、かぶりながら出てきたんですけれども、このカーリーヘアとニット帽との付き合い方について、今日はお話をしていきたいなというふうに思っています。まず、なんでニット帽があかんのかっていう話からすると、ニット帽かぶって外したらもうアホ毛のオンパレードです。もう本当にこのね、髪の毛にやっぱり引っかかりやすい素材なので、ニットって。で、あと静電気も発生しやすい。で、一番このアホ毛が一番発生しやすいここにかぶるので、トリプルパンチぐらいで悪いっていう相性がね、あります。ただ、私はこのカーリーヘアとニット帽との組み合わせっていうのもすごい好きなんですよね。冬になったら結構しょっちゅうかぶってて、で、ここがクリクリであればクリクリであるほど昔からよく楽しんでたんですけど、ね、ニット帽かぶりたいじゃないですか。で、ただやっぱりそれかぶるともう元に戻らなくなって、また髪の毛次洗うまで我慢しなあかんっていうのも嫌なので、どうやったらそのアホ毛満載になってしまうのを防ぐのかっていうのをご紹介をしたいと思います。今日も実はちゃんとかぶってるんですけど、じゃじゃーん。はい、ちょっとかぶってたんで髪の毛寝ちゃいましたけど、はい、アホ毛ね、出てません。これ脱いでも元に戻りました。まあ、ちょっと根元がどうしてもね、へたってしまって、長時間かぶってるとへたるっていう可能性はそれはあるんですけど、ただ、カーリーヘアできちっとスタイリングした髪の毛であれば、少しちょっと水で濡らしてこうワシャワシャするだけで、まあ、こんな感じで戻るので。ニット帽かぶってたとは思えないね、状態に戻ってくれると思います。これ、まあ何でもいいんですよ。まあ何でもよくないな、できればサテンか、まあシルクのってなるとね、ちょっとなんか大層な気もするんですけど、ね、あんまり大きいとはみ出てしまうので、これかぶった中に。ちょっと小さいやつがいいと思うんですが、まあ、シルクとかサテンとか、その髪の毛の摩擦が一番出にくい素材の付け方はお任せします。あんまりこれできつく縛っておくのも嫌で、正直ちょっと私の場合軽くふんわりかぶせる形だけにしてるんですけど、まあこれでも。後ろからこうやってかぶって髪の毛に摩擦するところを守った上で、上からニット帽をシュッとかぶります。ちょっと前が今おかしなことになってますけど、これはどっち折りでもいいと思うんですけど、うん、髪の毛の中に、髪の毛の中じゃないな、帽子の中にしまっていただいて、で、後ろもちょっと出てたりするんですけど、これも。しまってしまえば。わからないですから、もう本当にこれだけで摩擦を防いで守ってくれてるので、安心してね、カーリーヘアニット帽生活これで過ごしてもらえると思います。今日はすごい簡単なコツにはなりましたけども、冬はね、
ニット帽が好きな方はこういった髪の毛を守る方法も工夫しながらカーリーヘアライフ楽しんでもらえたらなと思います。それではまたね。いただきありがとうございます。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。